確か一発で歌う歌じゃねえよ。ありがとうございます。じゃあ自己紹介からお願いします。はい、プロサッカー選手をやらせてもらってます。なんで卒業写真なんですか。いや、ちょっと早いです早いです、はい、プロサッカー選手をやらせてもらってます、はい、島川俊夫と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この度 YouTube を始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、YouTube を始めようと思ったきっかけは、あの卒業写真聞いてもらっていいですか。卒業写真をなんで歌ったのかを、はい、やっぱりそこは言ってる、はい、あ、はい、すいません。なんで卒業写真、はい、あの今から始めるんですよね。はい、特に意味はないんですけど。ない、はい、好きなんですよこの卒業写真が。一発目の YouTube 始めますの一曲目をただ好きってだけ、はい、ただ好き。あとは僕はあのミニマリストを目指して、はい、まあ、服ももう決まったものを着るっていう、うん、そうですね、生活をしてるんですけど、はい、ついにあの卒業アルバム、はいはい、小中高の卒業アルバムを断捨離しまして。それは必要ある。先月その思いを皆さんに伝えたかった。それは何のために卒業アルバムを断捨離する必要が。椎名林檎大好きで、おう、椎名林檎の歌で、だって写真になっちゃえば私が古くなるじゃないっていう歌詞があるんですけど、ああ、その通りだ。それを歌うわけじゃなく、それを歌うわけじゃなくなるほど。卒業写真で一発目をスタートさせていただきました。なるほど。ではそういうわけで YouTube を始めていくということで、はい、どういう戦いで。2年ぐらい悩んでたんですけど、はい、あの今この撮影場所でも借りてる、はい、佐賀県鳥栖市にあるミアラさんという、まあ、飲食店、はい、で、まあ、今カメラの向こうにいるヒデさんに、はいはい、出会いまして、本当2ヶ月も経ってないくらいなんですけど、うん、まだ初日からヒデさんにお前は YouTube をやれと、でもうその言葉が本当に最後の後押しになって、うん、はい、まあね、それ毎回よく話すたびに言うけど、あんまり記憶になくてね、僕にとっては本当に運命的な日だったんで、はい、忘れないでいただきたいな。あ、なるほど、そう、そうですね、はい、うん、まあ、どういった感じの YouTube にしていきたいとか。まあ今もやりましたけど、まあ、ピアノの弾き語りだったり、はい、まあ、キャンプだったり、まあ、あとは健康にすごく興味があるので、うんうん、まあ、食事のことだったり治療のことだったり、まあ、あのテーマは誰かの暇つぶしになりたい。誰かの暇つぶし、はい、うん、誰かの暇つぶしになれるようなそんな男でありたい、はい、これがテーマです。なるほど、よろしくお願いします、まあ、あとお酒も好きなので、はい、まあ、あの撮影日、うん、ちゃんと考えて、うん、まあ、オフの前の日なんかも、で今あの本当ちょうどナチュールワインにドハマりしてまして、はい、ですね、うん、はい、あのナチュールワインのことなんかもね、うん、ぜひ紹介したいなと思ってます。そんな感じで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。